こんにちは。前の動画で大手 A 市場への行き方を解説しましたが今回はそれよりも最安最速最安全な方法を実践してきたのでご紹介します中国語が理解できなくても旅行初心者でも実践できるようにできるだけ丁寧に解説していますので最後までご覧ください前回は大手 A 市場の新王宮に行くための時間と金額をお知らせしました移動時間は行きが3時間38分帰りは 3時間32分だったので、待ち時間を含めると8時間以上かかりました。ただ、4時間半の観光時間で結構楽しめました。かかった金額は835.6元、1元20円で考えると16,712円でした。前回の動画を見ていただいた方はわかるかもしれませんが、乗り合わせのタクシーという初心者には少しハードルが高めの移動手段だったので、今回はそれよりも安く早く安全な方法を紹介します。 といってもすべての移動手段を変えるわけではなく、時間とお金、少しの不安があったタクシーと入場料の面で時間と予算を削ります。今回の目的地は新王宮ではなく、民清宮。民清宮に行くのが一番効果的ですが、民清宮以外に行くときにも使える方法なのでご安心を。民清宮は北京の古宮を原寸大で再現し、英楽や宮廷の居酒屋目など、 数多くの宮廷ドラマの撮影が行われている場所なので、中国ドラマや映画好きな人にはかなりおすすめです。前回と同じ部分は詳しい手順を省略しますが、まずは上海から義勇駅まで高速鉄道に乗ります。前回乗り遅れた反省を生かし、前日に6時52分発の高速鉄道チケットを予約しておきました。そして義勇駅から大手 A 市場まで行くのですが、この部分が今回のメインです。今回は、 貨軌道交通で両運駅から民進宮まで移動します。といっても両運駅は牛駅から少し離れたところにあります。2023年時点で牛鋼鉄駅と大天鋼鉄駅は建設中なのでこれが完成すればさらに移動が早く安くなることでしょう。というわけでまずは牛駅から両運駅まで移動します。牛駅を出てすぐの表示で前回はバスセンターを目指しましたが今回はタクシーで移動します。 タクシーはこのように書かれてます。タクシー乗り場はほぼ正面にあるので見つけやすいですタクシー乗り場へは続々と人が向かいますが大きな駅なのでほぼ待ち時間なくタクシーに乗ることができました両運うは中国語で林ごでゃん一ん言えるようにしていたのですが言ってみたところ運転手さんに23度聞き返されたので地図を見せました何やら言っていたので最初はわからなかったのですが タクシー内にあるスマホに目的地を入力するように言っていたみたいです手書き入力で OK でした両運駅まではタクシーで約10分料金は14元でした地下鉄と書いてあったのですが思いっきり地上でしたエスカレーターで登り歩道橋のようなところを進むと券売機がありますそれほど大きな駅ではないので券売機の数も少なく路線図もすっきりしています 現在地の両運駅から目的地の民進宮駅までのチケットを買います。チケットは10元。個人的にチケットに路線図がプリントしてあるのが、あと何駅かすぐに確認できるので気に入りました。ホームや車内の様子はこんな感じです。北京や上海とは違っていました。おしゃれな座席でしたが、少しカタかったです。途中で地下鉄、大天高鉄駅。 放置中という貴重な姿を見ることができました両運駅から民進宮駅までは約45分です民進宮駅に着くとさすがは映画の街映画っぽさを感じられるようなデザインです写真映えしそうなスポットもありました駅の表示通り C 出口から駅を出ますここで一応 何時まで地下鉄が動いているかを確かめておきました。最終が21時のようです。民進宮駅から民進宮までのルートを調べてみると、北門も南門も1キロちょっとのようです。私は本物の古宮のルートを通りたいと思ったので、南門を目指すことにしました。C 出口から左に進むとすぐにバス停があります。ここから2軒でバスに乗って移動することができます。ちなみに、 K80 1 81は民進宮の入り口へ8に乗れば大手バスセンターまで行くことができ少し時間はかかりますがそこから巡回バスで新温急など他の場所に行くことができます私は南門まで歩いてみたのでダイジェストでどうぞ南門へは民進宮市出口から左に向かいますタクシーもありますここがバス停です 少し進むと B 出口が見えました南門まで歩く場合は B 出口が良かったようですと気を取り直して進みますここから少し注意が必要です大通りに気を取られていると最初に曲がる場所を見逃してしまいますお店は変わることがあるので目印には向かないかもしれませんが信号よりも手前のこの駐車場のようなところを左に曲がります私自身地図に書いてあるものの本当に道なのか少し不安でした がしばらく歩いていると昔の建物っぽい建物が見え民進宮の一部だと安心しました観光地の周辺とは思えない静かな場所を道なりに歩いていくと ついに呼吸らしい色の壁が見えてきましたここを回り込むような形で進んでいくと入り口に到着します入り口からすごい迫力ですまずはチケットセンターでチケットを買います今回も日帰りなので 1. 民進宮だけの180元のチケットか3.3箇所に入場できる360元のチケットかで迷います今回は呼吸メインで考えていたのですが 民進宮のそばに公衆街、香港街という香港ドラマなどの撮影に使われる場所があり、時間があれば見に行きたいと思っていたので、360元の方を買いました。ちなみにチケット購入時にはパスポートの提示と電話番号を聞かれます。結論から言うと好みによるとも思いますが、民進宮だけで1日十分楽しめたので、180元で入場して2箇所目でまた入場券を買えば良かったと思いました。 民進宮の魅力や楽しみ方は別の動画で紹介します帰りは来た道を歩いて戻りました行くときに分かりづらかった最初の曲がり角にはランシューラーメンのお店があり帰りの高速鉄道まで時間があったので寄ってみることにラーメンも気になったのですが急にお米が食べたくなってチャーハンを頼むことにしました一番上の卵チャーハンを注文したのですが店員が厨房に「 ランシューチャーハンの卵トッピングという風に伝えているような気がしました訂正する語学力もないためランシューチャーハンの卵トッピングを食べましたスープ付きで17元美味しくお腹いっぱいにもなったのでこれも旅の楽しみとします新新宮駅から地下鉄で45分両運駅についても高速鉄道の時間までまだかなり時間があったので岐阜駅まで3.3キロ歩いてみることにしました 今後は歩きやすくなるかもしれませんが、現在至る所で道路の整備が行われており、歩道に穴がたくさんあったり、資材が横たわっていたりしたので、歩くのは注意が必要です。特に岐阜駅の周辺は交通量が多く、信号もあまり意味がないくらい渡れません。中国の交通事情について、車が優先歩行者が優先いや、勇気のある人が優先です、という冗談を聞いたことがありますが、まさにそんな感じでした。 最後に今回の日帰りチャレンジにかかった時間と金額を発表します。行くのにかかった時間はご覧の通り。移動時間は3時間23分。前回より15分短くすることができました。少しお金はかかりますが、この徒歩部分をバスなどに変えるとさらに短縮できると思います。帰りにかかった時間は3時間47分。15分長くなってしまいました。原因は明らかにこの3.3キロの徒歩。 タクシーだったら確実に短縮できるはずですそしてこの徒歩移動も交通機関に変えれば短縮可能です今回の観光時間は6時間でしたかかった金額はご覧の通り合計で646元前回の835.6元より200元近く安くすることができました入場券の買い方でさらに節約できると思います というわけで、今回の方法が私の考える中で、今の段階での最速、最安、最安全な方法です。実際に行ったことがある方や、実践してみて改善点に気づいた方など、ご意見やご感想をいただけると嬉しいです。それでは皆さんの旅のお供に、D ラボチャンネルでした。